絶対にやらないことをね、今思えば恐ろしい情報に翻弄される。はい、皆さんこんにちは、レイテノールの杉山です。今日はですね、私が今から20年前、40歳になった時に美容の習慣でね、今振り返ってあの時やめてよかったって思ったことを大きく3つご紹介したいと思います。実際美容っていうものを、エステをねやろうと思ったのが40を境にした時なんですね。実際それまでは美容業界にいたことは一度もない、何も知らない無知なただの主婦、2人の子供を1人で一生懸命育ててました。でも美容には本当に疎くて、その時に私がやってて今は絶対にやらないことをね、これから3つお伝えするわけですけど、そのうちの1つ、日焼け止めは絶対塗らなければいけない。それも1年365日、春夏秋冬問わず、子育てしてる時も公園に出して遊んでますよね。その時一日中公園にいたけれども、実際日焼け止めを塗って公園に出たことが一度もなかったです。もう今でこそ日焼け止め言いますけれども、普通に化粧下地みたいなのを使ってファンデーションさえ塗ってればいいと思ってたんですね。ファンデーションに SPF とか入ってたから、基礎化粧品みたいなのを使ってファンデーションをバーッと塗って、それでいいって思ってました。ひどい時には朝、まあ時間がないっていうか、まあ、子育てしてると化粧をベタベタ塗るのもね嫌なわけですよ。子供を抱っこしたりとかするから顔がつくじゃないですか、子供に。なのでファンデーションすら塗らないで出たりしたことも本当あったんですね。今思えば恐ろしい。あんまりお金がなかったんですよね、子供が小さい時。私、うちの母親が手作りでペットボトルに化粧品を作って、その頃流行ってた化粧品があるんですよ。手作り化粧品っていうの、グリセリンと焼酎とアロエだったかなっていうのをこう混ぜて作るっていう手作り化粧品っていうのが結構流行った時期、うちの母親が結構それ作ってたんですね。私に送ってきてくれた、ありがたいわと思って、でそれをつけて外に出てた。日に焼けるに決まってます。勉強する前までは知らなかったっていうことですね。これが1つ目。そして2つ目、昔は本当に本とか雑誌とかテレビショッピング的なものとか、とにかくそういう情報にすごく左右されてたんですね。見たらそれが欲しくて仕方がなかったんです。今でこそ情報に惑わされるってことはない、踊らされるってことはないです。理論を知ってるからですね。でも本当に理論を知らない時は、綺麗なモデルさんとか、私の自分が好きなね女優さんとかがこれを使ってるっていう風に雑誌で見たりとかしたら、もう絶対それを買いに走ってました。そういうものを情報弱者っていうのかな、情弱とかね言われたりしますけど、結局そういう発信っていうのはね、本当に使ってるものじゃなくて、多分今で言うところのステマだったりとか案件だったりとか、今の言葉で言うとお金をもらってやってることだったんですよね。多分影響力のある方っていうのは、例えば少なからず何かの CM に出てますよね。その CM メーカーさんと契約を交わしてます。他の美容のメーカーさんの売り込みになるようなことを言ってはいけないとか、必ずそういった契約を結んでると思う。例えば資生堂さんの何かの CM に出てたら、他の厚生さんの商品は絶対に使ってるとは言わないはずですし、それがその方たちの仕事だから当たり前ですよね。そういうことを知らなかった。昔は使ってると思ってた。今で言えばインフルエンサーの人たちがいろんな発信してるのも、有名になればなるほど多分何か案件だったりするかもしれないですよね。今自分がこういうふうに発信してるのは案件というものは受けてないです。一切受けてない。その代わり自分が使って良かったものだけを紹介してるから、私は案件でお金をもらったりはしてはいないということをここではっきりと言っておきますね。はい、これが2番目ですね。そして栄えある1番目、もう皆さんご存知かもしれない、私の見てるくれてる人は多分そうだろうなと思うと思うんですけど、オイルクレンジングをやめたこと、オイル美容っていうものをやめたこと、これが大きく違います。本当にですね、オイルクレンジングって当たり前と思ってたので、メイクがよく落ちるし、20年前の私が今の私のこのことを聞いたらびっくりすると思います。あんなにコテンコテンにメイクしてて、そのメイクを20にも30にもファンデーション塗ってたから、
コンシーラーだったりとかリキッドファンデーションの上にパウダーのファンデーション重ねたりとかコントロールカラー使ったりとか、オイルクレンジングじゃなきゃ落ちなかったんですよね。ミルククレンジングなんかっていうのはもう全然落ちない、こんなのやわだと思ってたし、オイルクレンジングかもしくはあのこってりしたクリームのポン酢の落ちるやつあるじゃないですか、ああいうものをたっぷり使ってさらにそれでマッサージまでしてましたね。今思えば恐ろしいんですけど、その頃はそれでいいと思ってた。勉強して初めて分かりました。オイルっていうのはすべからず全部酸化するということ、そして私のその鉄が錆びたような色っていうのは油が酸化した色っていうのかな、そういうことだったんですよね。でそういうものをファンデーションもオイルなんですよ。だけどファンデーションをいきなり明日からやめるってことはできないんですね。いきなりこのシミだらけの顔をすっぴんで歩くわけにいかないので、ファンデーションはしばらく使ってました。とりあえずクレンジングを変えてみました。そしてクレンジングを変えて水溶性のジェルクレンジングにオイルが一滴も入ってない、そういうものを使っていくうちに少しずつ肌のストーンが明るくなってきて、少しずつ薄化粧で良くなってくるというところから始まったんですね。今はファンデーションは使ってないです。メイクはしてますよ、もちろん皆さんこうアイラインだって描いてるし、チークだって使ってるし、ただファンデーションで顔を厚塗りするっていうことからは離れることができた。その一歩は、第一歩はやっぱりオイルクレンジングをやめたこと、オイル美容をやめたことだなっていうふうに思ってます。何度も何度も伝えていきたいなって思ってるし、お客様の中でもね、きっと私の言ってることを見て悩む、オイルクレンジングやめるのはどういうこと、何で化粧を落とせって言うんですかっていうご質問未だに来ます。未だに来るけど、そこから始めてくれて少しずつ私のその通っていることをね実践してくださった方はやっぱりお肌がだんだん変わってきてる。だからね、今皆さんめっちゃ綺麗なお肌の人で、別にあの何のトラブルも何の悩みもない人は、今まで通りのそれが自分にご自身に合ったスキンケアだと思うので続けていってください。でも何かで悩んでらっしゃる方、私のようにシミだらけの顔に悩んでらっしゃる方、毛穴の開きだったり鉄が錆びたようなくすみのあるお肌で悩んでらっしゃる方がいらっしゃったら、その一つの突破口として何を変えるのかっていうと、クレンジングをオイルから水溶性のジェルクレンジングに変えてもらったらいいかなっていうふうに思います。20年前の私が聞いても今言ったことはね、びっくりするな、目から鱗だなっていうふうに思いますが、20年経った今、私が40代の頃、40代に入った時に勉強して分かったことで、今は絶対にやらないなっていうこと、情報に翻弄されること、ブレブレなんですよ。要するにいろんな人の美容法を取り入れちゃうから、このブレるっていうことはですね、お金の無駄になった、あと日焼けのように塗らないで外に出るっていう、もってのほかですよねっていうことも今はやらない。あとオイル美容っていうのかな、オイルクレンジングから始まりのオイルのファンデーションをつけたりオイルまみれになるっていうことも今はやらない。この3つは今はやらないことです。これは話してよかったな、これは間違いじゃなかったなって本当に心から思っていること、何か真似できることがあったら、信じてみようって思うことがあったら、ぜひ皆さん参考になさってみてください。はい、というわけで今日はこの辺で、ではさようなら。皆さん、レイテノールの公式 LINE はご存知ですか？毎月開催のとってもお得なキャンペーンやイベント情報、美肌の知識満載のコラムを配信しています。そしてレイテノールオリジナルクレンジングの最新情報も LINE が一番早くお届けできます。お友達追加は概要欄のリンクからお待ちしています。ところで皆さん、インスタってやってますか？インスタライブや質問コーナーで皆さんと近くでおしゃべりしている気持ちになれて、私の密かな楽しみなんです。 YouTube には上げてないこともたくさん載せているので、ぜひ覗きに来てください。ご視聴いただきありがとうございます。いいなと思ってくださった方はグッドボタンをお願いします。最新の動画をご覧になりたい方はチャンネル登録をして隣のベルマークを押すと新しい動画を見逃しません。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。